フリードリヒゲオルクビルヘルムフォンストルーブ、フリードリヒゲオルクビルヘルムフォンシュトルーベは、ドイツ系ロシア人の天文学者である。シュトルーベ家は4代にわたって、ロシア、ドイツ、アメリカ合衆国で活躍した天文学者を輩出した。現在は、ドイツ、ハンブルク市の一部となっている、当時デンマーク領のアルトナに生まれた。1808年に、現在のエストニア、当時は、 ロシア帝国のタルト大学で学んだ。1813年から1820年の間、タルト天文台で働き、1820年には所長となった。1839年まで同天文台で二重性の研究と測地学の研究を行い、その後サンクトペテルブルク近郊に新しく作られたプルコボ天文台の所長を務めた。1826年に、 王立天文学会ゴールドメダルを受賞。1827年ロイヤルメダルを受賞し、王立協会フェロー選出。長年の二重星の観測では、ウィリアム・ハーシェル、ジョン・ハーシェル、ジェームズ・サウスラの観測をしのぐ成果を挙げた。2714組の連成の公転による、ゆっくりした位置の変化を精密に測定し、1837年に二重星を呼び、 多重星の精密測定スタララムデュープリッシュムイ、マルチプリッシュムメンスラエマイクラメトリケパーマグヌム、フラウンホーファーリーチューバムアニス A1824、アド1837インスペキュラドルパテンシー、インスティチューティーとして発表した。1843年に高校差の量を測定し、校正の年収視差の測定では、フリードリッヒベッセルに先んじられたが、 同じ1837年に、ベガの年収資産の測定に成功した。測地学においては、シュトルーベの測地庫と呼ばれる、ノルウェーのハンメルフェストから国会にほど近いスタらラ、ネクラシウカに至る、約 2820km にわたる、四五千個長の測量のための三角点群の整備を、主導した。観測点の一部は、2005年にユネスコの世界遺産に登録されている。 小惑星シュトルービーナは、シュトルーベ家にちなんで命名された。ありがとうございます。